その日は随分と平凡で当たり障りない一日だった。暇つぶしに聞いてたラジオから、あの話が流れ出すまでは。非常に残念なことですが、本日地球は終わります。どうぞ他の国の大統領が泣きながら話をするまでは。そこから見る街の風景はまるで人間施設のよう。